来ました、肉界レベル4になります。ビールをいただきましょう。ケチです。今回はですね、ココイチの最強のメニュー、こちら肉界どうですか。これのレベル4、私今回これでいただこうかなと思います。実はこれ数量限定ということなんです。で、前回もやってたんですけど、今回第2回目ということで、前回レベル3まであったんですよ。今回レベル4まであるということなので、レベル4注文いたします。結構金額は高いです。2791円、税込みです。これに私ビールも注文したんで3000円超えます。でもね、食べてみたかったんですね。この大きな肉をがっつりと頬張りながらビールが飲みたかったという。来ました、肉界レベル4になります。めちゃめちゃいい匂いしますね。で、お肉はこの大きなものが4つあるんですかね、4つ玉のように積み上げられております。で、上の方にガーリックのチップと、あとはソースみたいなのもかかってるんですよ。このソースも美味しいんですよね。ちょっとぐるっと回りましょうか。見てください、このタワー感。やばやば、めっちゃやば。いやー、ちょっと早速ビールをいただきましょうか。ココイチは缶ビールに、まあ、自分でグラスに注ぐというスタイルになります。ちょうど1杯分、はい、ちょうど丸々1杯分になりますね。めちゃめちゃ良くない、これ。で、あとスパイスは必要に応じてと。はじめはもういきなりこれをかけません。いただきます。肉塊なんだけど、このお箸あった方がいいです。いや、でもいきなりちょっと肉いただきましょうかね。重った。がっつりいただきますよ。うん、柔らか柔らか、すごいプルンプルンやで、ね、これ。で、重たいんですよね。うわ、これもうとろけてね、剥がれてくるんですよ。うん、ちょっと落ちた肉塊の破片の方かな。これでも普通に大きいからね。うん、うますぎる。いや、半端ない。で、この焼き目も香ばしさがプラスになってます。お肉自体は本当に柔らかいですよ。本当に飲めるぐらいっていうのはもうこの言葉だと思うんですけど、ね、うん、このお肉だけでいいかもしれないっていうか、それぐらいボリューミーでお腹いっぱいになります。あと、このガーリック感が思いっきりあるわけじゃなくて、香り程度にあるんですけど、そのバランスもいい感じ。この量できっとね、酢豚の1人前分ぐらいあるんじゃないですかね。伝わりにくいかな。うん、もう間違いなく満足する一杯。次はこのカレーのルーに浸していただきます。実はね、肉がものすごく多いので、今回普通の量です。で、カレーの辛さも普通です。なぜかというと、このお肉の味をね、楽しみたいから普通にしました。じゃあ次カレーいただきます。まあ、オーソドックスなカレーです。この肉塊にかかってる旨味のソース、酸味のありながら甘みのあるソース、これもかかってるから、カレー自体もグレードは上がってる美味しさ。うん、
でちょうどここあの肉の香ばしいところがお米のどこにも残ってるじゃないですか。カレーと一緒にいただくとね、結構お腹いっぱいになってきましたね。でもまだまだ食べれますよ。てかこのお肉がやっぱりお腹いっぱいになるな。うん、ビール当然ながらおかわりしました。でこれは絶対におかわりしますよ。続きましてプロブレンドスパイス、肉料理にということなんですけど、早速かけます。まあ、ちょっと少なめにかけてですね、本来スプーンで食べるわけですね。スプーンとフォークとかね、こう崩しながら。でも私はもうあのお箸で肉はいただいております。どれぐらい柔らかいかというのを見てください。このほら、さっきまでガツリ食べてたんで、この柔らかさっていうのは私のコメント以外では伝わってなかったと思うんですけど、今言ったら分かるでしょ。お箸でボロッとなったでしょ。うまっ。やばすぎる柔らかさ、あと旨味がものすごく複雑にあるというか、ハーモニーすぎるというか、こってこてではないんですよ。こってこてじゃないところになんか美味しさを感じる。次はですね、この肉を崩して、これ見て、これホロホロなんですね。細かくしちゃって、でカレーのルーにしっかりと絡め合って、ご飯と一緒にいただく。本来これが推薦している食べ方ではないでしょうか。いきなりお箸でガツッと食べるっていうのはね、なんかもったいない気もしたんですけど、でも豪快に肉だけ食べたかったんでね。うん、食べるんならレベル4おすすめします。食べるんならもうこんなお腹いっぱいになるの当然なボリュームあるじゃないですか。それで大満足した方が絶対ね、後世記憶に残ると思うんですよね。いやーお腹いっぱい。この肉替えにかかってるこのソースがねアクセントになるわ。これ何のソースなんだろう。だからココイチのカレーにこうソースだけをちょっとなんか かけて食べると、この味、今食べてる美味しさっていうのは再現できると思うんですけど、このソース何なんだろう。このソースが美味しい。うん、肉塊のレベル1からレベル4、レベル1が普通のサイズとしてですよ。レベル2はレベル1の 1.5 倍らしいんですよ。レベル3はレベル1から2倍の肉の量なんですね。でレベル4はレベル1から 2.5 倍と。それはもう確かにお腹いっぱいになるわ。このスパイスが美味しい。なんていうかな、肉がものすごくボリュームがあるんで、食べてて飽きちゃうっていうのがあるんですよ。なのでどんどん中味変していくというところで、ココイチもこのようなスパイスを提供してるんだと思うんですけど、嬉しい悲鳴っていうのはこういうことですかね。ホロ肉ドカーンと豪快カレー、2023年4月七市カレーとして期間限定、店舗限定メニューとして販売してたんですよね。販売開始から2週間で完売した店舗が続出するほど人気メニューになったということで、肉替えにたっぷりかけたガツンと香るニンニクとすりおろし玉ねぎのシャリアピリンソースというのがかかっている。これが美味しい秘訣ですよね。であとは
こだわりのホロホロ肉、真空加熱することでスプーンでほどけるほどホロホロ食感に仕上げた大きな豚肩ロース肉、最後のお肉の塊になります。いや最後ってなるとね寂しい。途中ねお腹いっぱいになったんだけど、まだまだ食べれるぞっていうのが今の気持ちなんですよ。どっちなんやみたいな感じですけど、もうこの期間限定肉界のレベル4、ちょっと高いですよ。でもそのお値段以上の価値は間違いなくあります。口の中いっぱい、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。今回の会計は3,525円になりました。ビール2本飲んで、もうあと肉の塊、肉塊レベル4、大きなものを食べて、さらにカレーもついてるっていうか、カレーおまけみたいな感じで、もおまけのカレーも美味しいというね。値段だけ見ると高いと思いますけども、来て食べたらもう笑顔で買えると思うんですね。また明日から頑張ろうって思えるココイチの肉塊カレーレベル4だったと思います。最高でした。嘘はありませんかと聞けたらどんなに楽だったでしょうか。